ゆかです。今日はブラッシング講座やっていきたいなと思います。ブラッシングとは何かと言いますと、こう髪の毛をねこう溶かすことではなくって、こうやってチャカチャカってやることです。まずはやり方をご説明します。と左手で、全部の弦、6本全部の弦に優しく触れている状態にしましょう。でその状態で右手で、ピックを弦に当てていただくと、こういうチャカっていう音が出ます。でちょっとでも左手に力がギュギュって入ってしまうと、変な音が鳴ってしまいます。で逆に、全然触れてないと当たり前ですけれども、チャカっていう音にはなりませんので、ふわーっと優しく触れている状態にしていただきたいなと思います。なかなかこういつも力みがちで、ふわふわーと優しく触れた状態が難しいよっていう方は、自分がこのふわふわになったのをねイメージしていただきたいなと思います。ブラッシングの使い方、さっきみたいに演奏の曲の演奏の中でかっこよくこう使うのはもちろんなんですけれども、普通にストロークをねコードでするよりも音が小さくなりますので、ちょっとマンションとかに住んでて隣の方のちょっと苦情とかがね気になるなっていう方にもおすすめです。それとストロークの練習をするときにぜひ使っていただきたいなと思います。例えばなんですけれども、コードチェンジが多いストロークの曲、例えば練習しようってなった時に、いきなりコードチェンジをねたくさんしながら練習するよりも、まずはストロークと右手に集中して練習をして、でストロークをマスターしてからその次にコードチェンジを練習するっていう順番にしていただくと、こう一つずつねマスターしながら、ちょっとずつ段階を踏んで練習していけるので上達が早くなります。そんな感じでブラッシングぜひいろんな場面で使っていただきたいなと思います。はい、でここからは、最強のブラッシング練習方法をご紹介いたします。と2パターンご紹介します。はい、ではまずその1、こちらのストローク、はい、他の動画でストローク図鑑という動画で、とチャーハンタペタっていうね、チャーハンその1っていうパターンでご紹介しているパターンなんですけれども、こちら本当にいろんな曲ですごくたくさん出てくるストロークパターンで、ぜひマスターしたいストロークパターンとなっております。でこちらをマスターするための、ブラッシングを使った練習方法なんですけれども、こちらです。はい、ちょっとまずは、やってみますね。1、2、3、4、カラピックがない、チャカ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 っていうストロークパターンをしてから、チャーハン食べたのストロークパターンをしてっていう感じで交互に弾いています。この練習方法をしていただくとすごいストロークが安定して上手くなりますので、ぜひやってみていただきたいなと思います。はい、そしてその2、はい、こちらはストローク図鑑の、5の味噌ラーメンその1っていうパターンです。さあできた味噌ラーメンっていうパターンですね。これをマスターするためのブラッシングを使った練習方法はこちらです。はい、こちらもやってみますね。1、2、3、4、はい、こちらの練習もぜひぜひやってみていただけたらなと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。じゃあバイバーイ。